皆さんこんにちは、ベソでございます。ケンシンさんで全国統一を目指す武将奮録ですね、29回目やっていきましょう。お米がねちょっと中途半端ですよね。ということでもうここは、2人に技術革新させるだけですね。これはここで、さあ越後か。まあ商業地でしょうね。まあ、技術力とね2つ。はい、下野。さあ下草はまああとはまたメンバー連れてきてもらってね、褒美を上げていかないといけないんですけど、よいしょ。これでね、1人100人になりましたね。6つもそうか、力あまりないからね。もう遠藤さんで違うわ。49。はい、武蔵。あ、製造中やった。あ、そっか、ここはさとみさんだったっけ。さとみさんだから20ぐらいで、そうですねちょうどよかったね。はい、越中。この辺がちょっとね、国力が、滞ってしまう場所ですよね。49か、中途半端やな。革新ね、民中がバンバン下げられてるからね。まあ、とりあえず、2話3移動だ。あ、ちょっと待って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 、褒美やってからにしよう。移動ですね。越中へ、はい、OK。
さん2人を、ちょっと移動ですね。下久へ、4と8、はい。上がる上がる、大丈夫でね。はい、で、行動力なくなっちゃいましたんで、はい、でこう付けか。お金輸送しとこうか。2800いきましょう。和田さんぐらいでいいかな。はい、あー安いね。こんな感じで綱重さんに国任せてもいいかもしれないですね。いけるかな。あー、ダメ。ダメかなあ。わあ、ダメだ、戻らなかった半兵衛さんも。おい、あれー、戻らないんだ。困った。秀吉さんで覗きましょうか、あれ、あ、秀吉さんでも戻らんの。どんだけガード硬いねおい、あ、いったいった。なんぼだ。信玄さんの、あー、そういうことですね。307か。悪くは300ぐらいで攻めれば野戦になる可能性高いっていうことですよね。作りたいけど、ああ、そっか、秀吉さん塞がっちゃったから。物資が足りん。
あ、ええ感じでね、お米が高くなりましたね。646行きましょう。はい。うん。で、輸送ですね。いや、向こう持っていきたいからね、もうもうちょっと行きましょう。2840。はい、であとは、まあ、地作りでもしましょうか。あ、でも行動力あれだ。はい、本当はもうちょっとお金が欲しいんですけどね。 1.8 じゃちょっとまだ売るには躊躇する相場ですね。技術革新でもしとこうか。うん、これでいいや。はい、あ、ちょっとだけお米売りましょう。504ね、1000だけ売りましょう。はい、うん、こんな感じでいいね。ここも国力案外だよな。さあ行きましょうか。300、うん、300持っていけばいけるんで、海へね、謙信さん、半兵衛さん、影井さんで、守るのは綱重さんでいいと思うんで、3部隊。あー、でも73が鉄砲70だけ持っていきたいから、あ、ちょっとキャンセルキャンセル。長野さんも連れていくかね。え、うん、このメンバーでいきましょう。で、謙信さん80の騎馬で、半兵衛さんが70の鉄砲隊、影家さんが、80の騎馬で、160、230、70だね。70の足軽でいきましょう。300だから、あ、どうしようかな。いっぱい向こういっぱいお米あったんでね、勝つことを考えてこれでいきましょう。で、綱重さん、はい、
本陣はまあこの辺でいいかな。半兵衛さん下から行こうか。信玄さんの鉄砲隊はつらい。めっちゃ削られる。これきついな。もっと削りたかったけどね。うわーアウトやこれ。退却します。鏡だね。うわーきっつ。
か、ショック。うわ、減った減った。これまた600ぐらいまで戻さないといけないからね。はい、ではね、今回はちょっとここで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。